それはまだ東京スカイツリーを作り始める前。あの日仕事に出かけた父はそのまま帰ってこなかった。いつもと同じ朝。じゃあ行ってきます。これからもずっと続いていくと思っていた。ミュートの服から名前はミュート決めた。髪がなびく街、足が向かう場所で。超かわいい。ねえお母さん、猫飼ってもいい？猫なんてね、人間より長生きできないの。もう何か失うのはたくさん。ミュー、ミュー。すぐにでも帰ってくるみたいに私たちと暮らしていた。猫の命がかかってるんです。この猫ご存知ありませんか？どうしていつも3人分なの？お父さんは死んだんだよ。こんなんじゃダメだ。誰かに甘えていちゃダメだ。死ぬのが怖いから買わないってこと？お父さん、